きな会社にいればずっと一生安泰だと思っていたっていうことが実は違っていたので、自分自身に能力を つけていかなければいけない。もちろん辛いこともずっとありました。どうにあったかっていうと、成果を出し続ければきちんと明日のお米が食べれるわけですよ。みんながこうハッピーになれるっていう環境を作っているっていうことが結果的にアウトプットっていうの、成果ですよね、につながるってことがすごく分かったので、どれだけやっぱその熱量を燃やし続けられる大きなビジョンを持つか、もしくはどれだけそのクレイジーになれるかっていうことだと思います。